さあ始まりました YG 通信、今回のゲストはこの方。どうもこんにちは、今井小学校のモードで無限美容サロンオーナー佐賀長崎で唯一のヘアケアスペシャリストをしてます岡本聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送は年3回に分けて今里 YEG の活動を紹介していく番組です。ところで有山さん、はい、YEG とは何ですか？はい、よくぞ聞いていただきました。 YEG とはですね、地域に根付いた豊かな活動を目的とした志のある若手経営者、また後継者の人たちが一堂に集まってですね、さまざまな事業を行っているグループです。今回は8月、9月、10月の活動内容のご報告です。それでは YG 通信行ってみよう。8月はどっちゃん祭りもコロナ急増のため中止となり、例会のない寂しい月だったんですが、会員メンバーが所属している他団体佐賀県ベンチャー交流ネットワーク様が主催する例会にお招きいただき、自社プレゼンということで YG からも5名のメンバーが自社についての経験や強み、こだわりなどについてプレゼンさせていただきました。普段知ることのできない会員の仕事の詳細や経験を受け、とても刺激になりました。今後の自分の仕事のモチベーションにもつながるような話がたくさん聞けて、こういった機会が非常に大切だということを感じました。今後もこのような機会を作っていけるよう YG 活動に励みたいと思います。9月10日に九州 YEG サッカー大会が大村にて開催されました。まだまだ暑さも残る中、伊万里 YEG から18名の参加をいただき、九州各地の YEG と楽しく汗を流しました。予選は1分け1敗と何とも言えない結果に。しかし3位リーグの本戦になると、いつもの雰囲気で楽しむことができ、あれよあれよと勝ち進み、2勝1敗の準優勝。九州 YEG との交流はもちろん、伊万里 YEG の交流が何より深まったいい機会になりました。9月20日、例会として臨時総会イルミキックオフ例会を行いました。臨時総会では次年度会長の選出を行う大事な会となり、総勢39名の会員のメンバーの満場一致の承認を受け、無事次年度会長が決定しました。来年の伊万里 YEG にも乞うご期待。臨時総会の後にはイルミキックオフ例会、伊万里を彩るイルミネーションもこの会がないと始まりません。イルミ取り付け作業の日程や点灯式の概要、20周年記念に対してのイベント詳細など、実行委員長を中心に打ち合わせが行われました。新たな取り組みにメンバーも混乱しないよう質問が飛び交い、モチベーションの高さと背中から感じ取れるワクワク感が見て分かりました。さて今年は一味も二味も違うイルミネーションに酔いしれてください。10月14日に OB 合同例会を取り行いました。今回の例会では伊万里市長の深浦博信氏を講師としてお招きし、市政の動きについてご講演をいただきました。深浦市長が市長になられてから4年間の実績、そしてこれからの4年間についてのお話をいただきました。市の財政や人口減少等の課題についても時折例を挙げながらお話ししていただき、私たち企業人にとっても市政を自分ごととして考える良い機会となりました。懇親会でも今後の伊万里についてたくさんの意見交換をさせていただき、胸を膨らませていました。はい、それでは改めて振り返ってみまして、いかがでしたでしょうか？はい、8月は座談会との交流だったり、9月には次年度会長を決める大事な会臨時総会があったりとですね、充実した内容でした。10月は YEG、そして YEGOB で集まり、深浦市長をお招きしまして合同親睦例会を行いました。そこで市政の動きについてをテーマに、伊万里市の現状、そしてこれから行う伊万里市の未来について話していただきました。伊万里の企業人としてもっと反映が必要だと感じました。いい声でしたね。告知させてください。伊万里のイルミ点灯式は11月26日土曜日です。点灯式って何かイベントやってるんですか？はい、当日はたくさんの出店や子どもたちのパフォーマンスがあります。点灯は何時頃からですか？はい、夕方の18時頃となっています。
当日は協賛品お菓子などプレゼントがありますので皆さんぜひ遊びに来てください。それでは次回の放送お楽しみに。またねー。